勝者が正義だろうな。はい、どうも皆さんこんにちは、ボクシングです。今回はですね、私はね、このドフラミンゴの格好をしてビクトリーロイヤルが取れるのか実際にやっていこうと思います。それとですね、私禁煙をします。禁煙をすることによって、まあ健康な体ね、コロナウイルスもあるし、ちょっとリスクあるんで、ちょっとやめたいなと思ってつぶやいたらですね、なんとスポンサーがついたんですけど、それがこちら、ドン。これ何かっていうと、タバコじゃないんですよ。電子パイプっていうか、ニコチンもタルも入ってなくて、まあ18歳以上なんだけども、これをねちょっと使って禁煙しようかなと思います。で、一つがメンソール系の、あ、スースーする。こっちめっちゃメンソール、結構強い。タバコ吸ってる人からでも結構メンソール強いから結構強いと思う。で、次がこれ、ドン。エナージーフレーバーつって、エナージードリンクのパイプがあるんで、これをまた吸っていきたいと思います。じゃじゃん。まあ本当にね、あの YouTuber っていうのは体を健康にしなきゃいけないんで、あー、エナジードリンク、エナジードリンク、マジで。ただ香りが甘い。でね、これ多分タバコ吸ってない人でも結構吸いやすいから、エナジードリンク系は、吸うとエナジードリンクの効果があるみたいで、目がさっぱりしたり、するらしいです。はい、どっちもいいね。ただこっち吸ってからこっち吸うとメンソールがないんで、僕は結構メンソール好きだし、だからこうだね。ああ、はい、ということでこれ概要欄に貼っときますので、タバコ吸ってる方1本は、買ってみてはいかがでしょうか。これね、僕のスポンサーになってくれるんで、一緒に僕と禁煙しましょう。ということで今日は鱗滝じゃなくて、ドフラミンゴでビクロイチャレンジいくぞよ。レッツゴー。キャー、頭おかしい人みたいだよ。よろしくね、みんな。超見えねえ、このサングラスさ、見えねえんだよ。みんな見てみる、これひどいぞ。これ見て、何にも見えない。ほんとに見えないの、これ内側から。マジで勝者が正義なの。いやー、全然見えない。もう一回いく。いやー、いやー、やっぱこれね、すごい代償があって、この羽がすっげー落ちんの。だから早くやろ。すっげー見えない。ギャー、全然見えない。すげー、見て、やばい。ちょっとみんな見て、これさ、これ地面に落ちてるこの毛の量、もう羽の量見て、これ抜け毛がすごい、抜け毛が。もう大丈夫なの？なんか痒いんだよ、これ。これをつけてから、私体が痒いの。私体が痒い、すごく痒い。じゃあ行きまーす。あ、うま。あ、ちょっと見えない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 。あー、やばいやばいやばい。びっくりしたら、すぐやめて。いや、あ、来てる来てる、ダダダダ。またゴースティングだよ。またゴースティング、もうやなんだけども。これね、皆さん、これさ、見えないの、これ。マジで全然、ちょっと一発目からゴースティングやめろ、ほんとに見えないから、ほんとやめてって感じで。ちょっとあの、マジでこのサングラス見えないんで、 こういう感じでいくわ。こういう感じで。あ、いいね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 。いやー、あ SMG がある。取っていこう。勝者のみ正義なのだ。じゃあドフラミンゴに似てるねって言われてから、このコスチューム、なんか来た。ダメ。あー、またスイッチで最強のキッズなんだけど、お前しつこいぞ、お前ら本当に。君たち最近僕の動画見てますか？あなたたちのせいで毎回動画がゴースティングのなんちゃらなんです。もうすごい撮ったんです、その尺。誰ですか？ドフラミンゴです。ちょっと邪魔だから、これでしょ。よくわかんなくなってる。さあ行くぞ。かゆい、もうかゆい、もうやだ、もうやりたくない、これもう無理。うわー、かゆいよ、助けて、みんな。かゆすぎる。あ、スイッチ勢強いですか？スイッチ勢で強い人一人も見たことないです。はい、一人も。なぜならば私は負けたことがないからです。はい、 Thank you。 やば、え、やば。俺は絶対に負けないからな。この試合で絶対ビクロイして、もうこのコスチュームを脱ぐ。かゆい。ないぞ。え、なんかいる。
初見の皆さん、チャンネル登録よろしく。ファイティング、あっつ、キャラ違うキャラが違かった今。そんなんする人ちゃうわこれ。オッケー、ナイス。ドフラミンゴを着れば強くなると、これはもうね、ワンピース好きならもう分かるでしょ。ドフラミンゴで、ま、みんな見える？大丈夫？もう勝ったらやめるからすぐ、マジでもうやめる、私はもうやめる、うん、長くできないこれ。かい、もう本当にここ腫れてんじゃないのぐらいかい。カツラだけ取っていい？ダメダメ、え、もうドフラミンゴじゃないじゃん。いや、ドフラミンゴだからギリギリね。もうちょっとじゃあこの試合だけマジで頑張るわ。この試合だけ頑張ってダメだったらちょっとズラ取るわ。もうあチクチクして痛い、うん、限界が来てる。痒いのとか痛いのって我慢できなくね。最悪、うわ飛行機か。なんだこいつ、嘘だろ嘘だろおー邪魔なんだよ。やばい、きつい。いや、戻ってきた。ドフラミンゴならいけるかなと思ったけど、まさかの相性悪かった。体の相性悪かったな。ドフちゃん、来たな。来たお前この野郎。オーリア、オーリア、ファイヤー。やるー。ここは中心だ。あ、敵がいる。多分うまい。うまいこといかないな。スイッチです。あいつさ、マジでさ、しつこいぞ俺は思うんだけど。あいつマジでしつこい。ねえ、おい、俺はよ企画をやりてえのに、なんかま何回も何回もあいつしつこいんだよマジで。なあ、あいつ後でちょっと ID 確認してフレンド送るからな。次回スイッチでゴースティングと話してみた。うん、これでいこう。